札幌ドーム。現在札幌ドームを本拠地としている北海道日本ハムファイターズ、2004年から北海道に移転し、同球場を本拠地としてからは球団史に輝く数々の栄光をつかんでおり、これまで人気低迷していたパ・リーグを盛り上げたキーワード、地元密着の先駆者として、札幌ドームと日本ハムの関係はその象徴と捉えられてきました。しかし日本ハムは23年から札幌ドームを離れ新球場に移転します。一体なぜ？そこで一つの疑問が生じました。なぜ日本ハムは札幌ドームから離れるのか。というわけで今回の動画は、日本ハムが札幌ドームから離れる理由について解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。札幌ドーム。札幌ドームは北海道札幌市にあるサッカー野球兼用のドーム型スタジアムで、札幌市と北海道の有力企業が出資する第三セクター株式会社札幌ドームが運営管理しています。第三セクターとは、日本国政府または地方公共団体を第一セクター、民間企業を第二セクター、そして第一セクターと第二セクターが共同出資して設立した法人を第三セクターと言います。歴史。90年代、札幌市は2002年に開催されるサッカーワールドカップ日韓大会の開催地に名乗りを上げ、建設予定のサッカースタジアムをドーム化する案が浮上。しかし、サッカー専用だと赤字は確実と言われていました。そこでサッカーだけでなく野球もできる多目的スタジアムにし、将来的なプロ野球球団の誘致を目指したのです。そして98年に総工費422億円をかけて着工、2001年に開場し、 J リーグのサッカークラブコンサドーレ札幌の本拠地に、そして2002年6月にはサッカーワールドカップ日韓大会の試合にも使用され、同年7月には日本ハムファイターズの本拠地移転が決定しました。日本ハム北海道移転。日本ハムは球団創設当初から東京を保護地域にしており、88年から東京ドームを本拠地にしていました。しかし観客動員数は伸び悩み、人気は低迷、球団の収支も赤字が続き、他の在京球団が放送局と結びつきが強まる中で、ただでさえ少ない露出がさらに少なくなる懸念がありました。そこで2000年代に入ってから観客動員数の増加を図るため、日本で4番目の196万人の人口を抱える大都市ながらも、これまでプロ野球球団のなかった北海道札幌市に移転する案が浮上。2002年3月20日に北海道移転案が北海道新聞に報道されると、その情報は一気に日本全国を駆け巡り、プロ野球界に激震が走りました。当時の小島球団社長は、かねてから北海道に来てほしいという要請はあった、いろいろな角度から検討して具現化した矢先に報道があった、球団としては前向きに対応してきたと取材に答えました。そして同年7月に移転が決定し、2004年に正式移転、現在に至ります。北海道移転後、日本ハムは北海道に移転後、地域密着をテーマに掲げ、ユニフォーム、ロゴ、球団機、マスコットキャラクターなど球団カラーを一新、ブランドイメージ向上に取り組み、メジャー帰りのスター新庄剛志選手を獲得、巨人ファンが多かった道内で認知度アップとファン層を開拓しました。またチームも2006年に44年ぶりの日本一になると、2020年までの17年間でリーグ優勝5回、日本一2回を達成。またダルビッシュ有投手、大谷翔平選手といった国民的なスターも輩出してきました。観客動員数は東京時代と比べ増加し、2006年に日本一を達成した瞬間の北海道内の最高視聴率はなんと 73.5% にまで達しました。このように日本ハムの北海道移転は大成功を収め、本拠地の札幌ドームも開場以来ずっと黒字を維持してきました。しかし16年5月に日本ハムが札幌ドームから離れ新球場を建設する計画があることが報じられます。一体なぜなのでしょうか。高額な使用料。まずプロ野球球団のビジネスモデルを説明します。収入は大体この通りです。もちろん球団によって変わります。これに選手年俸や球団維持費、遠征費などの費用が引かれて残ったお金が利益になります。ただ日本ハムの場合、賃貸している札幌ドームに対して高額な使用料を払わなければなりません。札幌ドームの1日の利用料金は831万6000円、しかし入場者が2万人を超える場合は1人につき415円が加算されます。よって入場者3万人で約1200万円、4万人でほぼ倍となります。またグッズに関しても、直販ではなくドーム側に下ろす形でグッズ収益の 30% 以上が札幌ドームに徴収され、ドーム内の飲食店の売り上げは全てドーム側、球場内のスポンサー広告は全て札幌市に帰属しており、日本ハムは逆に支払う立場です。これらの費用も合わせて日本ハム球団は札幌ドームに1試合あたり1600万円程度を支払っています。また札幌ドームは多目的なので、イベントなどの度に日本ハム側がトレーニング機器を片付けたりしなければならず、その撤去設置費用も球団持ち、他にも9億円のリース料、警備費や清掃代などが加わると年間総額
26億5000万円を支払うことになり、収益を圧迫していました。仮にチケットの平均価格が3000円として、19年の総観客動員数197万人を掛け合わせると年間約60億円のチケット収入があり、先ほど紹介した比率に当てはめてグッズ24億、その他36億と仮定し、本来なら合計で年間120億円の収入が見込めるところが、札幌ドームの使用料 26.5 億円とさらにグッズ収入も3割吸い上げられるとなると、最終的に残るのは約 86.3 億円となります。そこからさらに選手首脳陣の年俸や球団維持費、遠征費などの費用を引くと、手元に残るお金は約9億円となります。ただし選手年俸は低めに公表されており、実際の利益額は9億円より低いです。官報データベースに掲載されている BS では19年 4.7 億円の利益でした。この利益が出しづらい構造の中で、日本ハム球団はなんとか工面して長年黒字経営を続けてきたんです。これまで大型補強を行わず主力を放出せざるを得なかったのは、このことが原因だったんですね。設備の問題。日本ハムが札幌ドームを去る決断をしたもう一つの理由として、グラウンドの人工芝や客席など球場設備の問題がありました。客席、当たり前のことですが、普通の野球場の席はちゃんとグラウンド方向に向いています。しかし札幌ドームだとサッカー用の座席もあるので、ちょっと斜めに向いてる席もあります。そのため微妙に首を曲げて観戦する必要があるんです。また客席の傾斜が29度ときつく、階段も急で、これも観客の満足度に影響しています。ファールグラウンドが広すぎ、12球団の本拠地の中でファールゾーンの面積は2番目に広く、客席から選手を近くで見ることができずに臨場感に欠けます。またバッターからしても、普通の球場ならスタンドに入るようなファールフライを取られてアウトになるデメリットもあります。ペラ芝、札幌ドームの人工芝、通称ペラ芝はコンクリートの上にロール巻きにしたペラペラの人工芝を広げただけで硬く、選手が故障するリスクがありました。新球場準備会社北海道ボールパークの福田要社長も、札幌ドームを離れた理由の一つにこのペラ芝を挙げています。コンクリートの地盤の人工芝は硬いため、選手への負荷が大きく故障につながりかねない。球団はこうした問題を改善するため、長年札幌ドームと交渉してきました。日本ハムは札幌ドーム側に指定管理者制度の採用を提案。指定管理者制度とは、公共施設の運営を民間企業などに委託することで、日本ハムが札幌ドームの指定管理者となり、営業権を取得できれば球団で客席を回収できたり、グッズや飲食店の売り上げもちゃんと球団に入り、賃貸費用を払うだけでほぼ自前球場と同じ権限が得られます。プロ野球球団の中でも広島、楽天、ロッテが本拠地球場の指定管理者となっています。しかし札幌市は日本ハム側の提案を拒否し、逆に16年値上げを実施しました。また日本ハムは札幌ドームと1年ごとに契約を更新しています。これについて日本ハム球団の前澤取締役事業統括本部長は、札幌ドームとは今もそうなんですけど、毎年毎年お借りしますという許認可なんです。それはやっぱりお互いにとって成長戦略を描けないと語り、そこで日本ハムは札幌ドームにフランチャイズ協定を結んで、5年もしくは10年単位で契約という形に切り替えませんかと打診したと言います。しかし札幌ドームは、官民としてそれはありえないと返答。それじゃあ次の手立てを考えないと、ということで新球場建設案が急浮上したんです。新球場構想。こうして新球場建設に舵を切った日本ハムは、15年に球団内にチームが発足。2016年5月に新球場建設案が報道されると、これを受けた札幌市長は現時点でドームの使用料減免などによる引き止めについては考えていないと示唆。札幌市の手島スポーツ部長は、全国的にも珍しいドーム運営の黒字を実現し、好循環が生まれているだけに残念だとコメントしました。この時札幌市は、日本ハムが新球場に移転する現実性は低いと考え、仮に移転したとしても札幌市に留まるだろうと楽観視していたと言います。しかし同年6月に札幌市の隣にある北広島市が新球場誘致に名乗りを上げ、一気に最有力候補に浮上しました。この北広島市の立候補は札幌市にとって想定外であり、このままだと日本ハムの市外流出、札幌ドームの経営悪化に危機感を覚えた札幌市は、これまでの姿勢を一転し残留を求める方針に転換。16年12月に札幌市、札幌ドーム、日本ハム、コンサドーレ札幌による4者協議が行われ、札幌市は日本ハム球団に対して初めて残ってほしいと伝え、ドームの野球専用化を視野に入れていると提案。しかし日本ハムは望んでいないとこれを一蹴しました。そして16年12月に北広島市は球場誘致に関する提案書を提出。
一方の札幌市はドーム移流は困難と判断し、新球場を誘致する方針に転換。17年4月に提案書を提出しました。しかし札幌市が当初提案した土地は条件面で折り合えず、18年に真駒内公園を誘致場所として新たに正式提案。日本ハム球団は商業施設や飲食店などを備えたメジャー流のボールパーク構想を掲げ、全体の敷地は20ヘクタールと考えていました。20ヘクタールは東京ドーム4個分です。札幌市が提案した真駒内公園はアクセス抜群で、敷地も約85ヘクタールでした。しかしそのほとんどが原生林で、真駒内公園はこの原生林を伐採せず緑地は保全するという方針から、実質的な球場建設地は約5ヘクタールしかなく、球団が求める20ヘクタールを下回りました。さらに近隣住民から反対の声もあったといいます。一方の北広島市は 36.7 ヘクタールの広大な土地を用意し、課題のアクセスには JR 北海道に新駅の開設と列車の本数を増便、さらに土地の無償貸与、固定資産税、都市計画税を10年減免するなど手厚い行政支援を提案しました。そして18年3月、日本ハムは新球場建設地を北広島市にすることを決定。新球場は日本ハムグループが主体となって、これまでにない画期的な体験を実現する屋根開閉式の球場、そしてその球場の周りにはホテル、温泉、レストラン、ショッピングモール、レジャー施設など商業施設を充実させ、さらに将来的にはマンションや子育て施設の建設も計画しており、球場を中心とした一つの街ボールパークを誕生させるという壮大な計画です。新球場のイメージビデオが公開されると、ネット上ではこれはやばいわ、球場ついたイオンやといった驚きの声が上がりました。日本ハムは自前で球場を持つことで収益性は飛躍的に高まり、得た利益はファンサービスの向上に役立てたり、これまで消極的だった FA などによる補強も可能になります。20年1月には不動産開発会社日本エスコンと10年以上の命名権を締結。契約額は日本最高の年俸5億円。これに伴い新球場名はエスコンフィールド北海道に正式決定しました。新球場は20年5月に着工し、23年3月に完成予定です。この素晴らしい新球場については後日動画にしたいと思います。一方札幌ドームは、新球場建設地が北広島市に決まり、収益の柱を失った札幌ドームは今後赤字転落する見通しで、19年度札幌ドームの年間来場者268万人に対して日本ハムの観客が164万人、全体の6割を占め、年間売上高約40億円も日本ハムが移転した後は18億円程度に落ち込むと推計され、毎年3億円の赤字を計上する見通しだといいます。また札幌市と北広島市が誘致合戦を繰り広げていた17年7月に北海道新聞にあるエッセイが掲載されました。なんか変だな。長いので全部は読まないですが、簡単に言うと元札幌ドームの社長が日本ハムを一方的に批判している内容です。特にペラ芝や広すぎるファールゾーンなど致命的な欠陥について、野球を楽しめないほどの欠陥があるようには思えないと断言したり、傾斜が急すぎる階段についても誘致候補の北広島市や真駒内公園に行くよりマシといった利用客を考えない数々の発言があり、これを受けてネット上では何言ってんだこいつ、変なのはお前の頭といった批判の声が上がりました。というわけで今回動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。